お世話になります。ひとりでございます。第4世代ダイヤモンドパールといえば、そうガブリアスですよね。ガブリアスはダイパの代名詞的存在、いやダイパそのものと言っても過言ではありません。しかもそんなガブリアスはソードシールドのエキスパンションパス冠の雪原で登場すると言われているので、そろそろ改めてガブリアスの強さを復習する必要がありますよね。ということで今回はダイヤモンドパールのストーリーをガブリアス一体で無双できるかを検証していきたいと思います。ルールは最初に深丸の卵を交換し、そこから基本1体でストーリーを進めます。ですのでガブリアスが実際に使えるのは後半あたりとなります。なお秘伝要因はありですが、戦闘に出すことになったらゲームオーバーとします。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、じゃあまずは交換できるマサゴタウンまで来ましたので、ここから交換していきたいと思います。スタート。はい、ユニオンウルームに入っていきますと。すげえいいね、交換ナイス、卵登場と。これ深丸ですからね、ちゃんと。はい、じゃあここから進めていきましょう。まずは孵化させていきましょう。オッケー、ようやく来た。20分ぐらいかかりました。ようやく来ました。すげえ、マジか。こんなマジで生まれないかと思った、本当は。はい、よかった、深丸来ました。かわいいですね。ニックネームつけとこうか。無双する予定ですから、無双くんでいきましょう。無双くんと。よし、とりあえず一回戦ってみようか。じゃあね、どうせ先数年も負けるだけでしょうから、早くガブリアスに進化。体当たりしか覚えてないの？ちょっと待って、それは聞いてね。竜技覚えてるかと思ったら全然覚えてないんだ。マジか。ちょっと待って、勝てなくね、これ。傷薬じゃ間に合わないような気がする。でもはい、いいよ、とりあえず回復していこう。オッケー、いけるよ。鳴き声しかしてこない。なんで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 、これ壊れてんの？6回ぐらい連続鳴き声してきたけど。オッケー、2レベルにとりあえずなりましたね。とりあえず戻ろう。ベポラップ、これライバルの名前ベポラップにしてます。ビックスベポラップの。またここ入らないといけないか。オッケー、ナイス、急所に当たった。これはでかい。またこれレベル上がんじゃね？あ、上がんねえか。いやー、ここ戦いになったら終わりだな、これ。もう頑張ろう。無理だ、終わった。なんとか逃げるしかない。絶対逃げれねえだろうな。うわー、やばい。体当たりしてくる。オッケー、攻撃外れる。これナイス。逃げる。うわー、マジか、無理か。あと一回。うわー、マジか、終わった。まあ、とりあえず先行こう。ここでレベル上げしよう。いや、勝てねえな、これ。待って、待って。強すぎんな、これ。いや、ちょっとビッパー以外のやつ出てこい。ナイス、急所。これはでかいぞ。よし。着実にレベル上げてく。砂かけかよ、いらねえよ。レベル上げしましょう。体当たりどんぐらい食らうかな。結構いくんじゃない。うわー、まだ全然食らわないわ。てか同じレベルのムックルだったら普通にムックルの方が強いぞ、はっきり言って。オッケー、急所ナイス。ここで体当たり頼む、死ぬな。うわー、死んだ、負けた。なんで同じレベルのムックルに負けんの？それはないだろ、さすがに。また行きましょう。普通に相手の方が攻撃力高くね？こっちが弱いだけなんか。ちょっと待って待って、これ負けるぞ。倒さなかったら急所当たれ。うわー、負けた。待って、おい、また負けたよ。強すぎだよ。全然物語が進まねえよ。ギリ調理。オッケーオッケー。なんでこんな1レベル差でこんな追い詰められなきゃいけねえの。うわ、もう1時間も経ってるわ、始めてから。せめて5にしよう。4レベルになったら勝てるよね。うわ、まだ全然食らわないぞ。あぶね、ギリ勝利か。うわ、1残してギリ勝利ね。しかも最後急所だからじゃね、これ。もうちょい育てましょう。同速だから、これは一発勝負。こっちから早かったら。あぶねえ、ギリ相手鳴き声だから勝利かな。死ぬかな。オッケーオッケー。あぶねえ、また急所で勝ったわ。これきつくね。うわ、負けた、最悪。マジかよ、ここに来て負けたわ。1レベ下のビッパに負けてゲームオーバーってのはさすがにないよ。あともうちょい。これで多分レベル6になるんで、なるかな。なりましたね。これで先に行きましょう。これでようやく先進めるかな。でも負けそうだな、すぐ。あ、トレーナー、初トレーナーと対戦。5レベ、待って、5レベは勝てねえぞ、これきっと。あぶね、ギリ。オッケー。あー、無理だ、負けた。最悪。もう負けたじゃん。ちょっと待って、これ負けたわ。いやー、傷薬をまさか買うことになるとはな。あー、出てきた。めちゃめちゃギリギリだ。ようやくレベル上がりましたね。レベル7。あ、竜の怒り覚えた。これはめちゃめちゃ強いぞ。いや、これはいけるっしょ、はっきり言って。はい、竜の怒り。うわ、強い、一発で持ってった。序盤最強だな、竜の怒りって。マジでライバル来ましたね。一発でいけるっしょ。オッケー、ナイス。竜の怒りで無双していくぜ。いくぜ、もうジム戦じゃん。すぐに倒しちゃうからね。あ、初めて倒せないやついた。竜の怒り一発で。危ねえ、マジ危なかったわ。オッケー、嘘。銀河団にいる3人の幹部の1人。オッケー。いやー、危ねえ、ギリギリ見つかっちゃったね。なんで主人公以外のやつが御三家使うんだよ。それおかしいだろう。まあ一発で倒すけどね。オッケー、事務戦行くぜ。オッケー。
ジムリーダーがナイトルとかずるいでしょ。なんとか倒せましたね。草むすび大丈夫、耐えろ。あー死んだ、マジか、負けたわ。マジカルリーフさすがに耐えるでしょ。マジかよ、急所かよおい。はい、最後竜の怒りと普通に勝てましたね。戦ってやるぜ。いやまあとりあえず大丈夫と。いや死なないと思う、それは。死んだ、マジか、急所にあったりやった。危ねー、負けてそうだった。見つかっちゃった。ナイス。あ進化した、これはでかいぞ。20何レベルですげえ早く進化すんだ。またライバルと対戦か。 OK、 突進よかった。無双だね、ほぼ無双。とりあえず戦っとこう。急所かよ、また切り裂く。ようやくゴールに近づいてきた。切り裂くで桁繰りは大丈夫。マジかよ、急所に当たった。おいまた急所で死んだよ。いやなんとか勝利した。絶対勝てねえだろうな。とりあえず一体倒した。いやこれ負けたな。いやきついわ、勝てねえわこれ、強すぎる。わざわざ毎回やんのきついな。いやきつい、マジかよ、また急所かよ。おいまたここやんの、ほんとやだわ。はい、砂地獄で倒していくずる行くぜ。イバルやってくれたのはありがたい。うわ終わった、マジか、うー最悪。オッケー、ナイスナイス、急所に当たって倒していく、ギリ勝利。うわ久しぶりのペポラップとの対戦だね。はい、ドラゴンクローで一発と。進化させとけって、無双しすぎてんな。オッケー一発、あーもうオッケー。40レベル来た。穴を掘る、穴を掘る。いやー微妙だなこれ。まあ一応覚えさせとこう。オッケー行こう。オッケー、とりあえず倒していく。倒せるかな。あワンパンか、弱い弱い、こいつは弱いわ。無双できたわ、はっきり言って。オッケー、あライバルまた。うわー威嚇きついな。いやー氷技覚えてたらマジできついぞ、これはでかいね。オッケー、いや竜の怒り地味に強いな。後半でもようやく倒せた。ロゼリア強いな、行くぜ。オッケー、やめろ氷の牙。うわーやべえ、やれた、終わった、無理か。オッケー、なんとか突破した。オッケー一発無双。オッケーやっと来たでしょ。で倒していく。オッケーなんとか倒せた、耐えろ。うわ負けた、最悪、終わったわ。マジ辛すぎるこれ、めんどくせえ、またやんないといけないんだ。マジかよ、ニューラの雪なだれで一発とか。あー終わった、勝てねえ、マジ無理だ。よし大文字買おう、大文字覚えさせていきましょう。いやーもうこれやんのめんどくせえ、これまたやんのかよ。戦ってないやつ戦って、オッケーレベルアップ48。オッケー進化きたきたきた、何回も負け続けてこいつに進化した上で大文字覚えさせた上であいつと戦っていこう。大文字当てろ、オッケーナイス当てた。オッケー一撃、やばいレートパンチやられた、マジか負けた。ドラゴンクロー、オッケー勝った勝った勝った、来いよ噛み砕く。オッケーオッケー来いよ、一発で潰してやる、無双だぜドラゴンクロー。オッケーおい勝負しようぜ。オッケー一発無双、いけた一発。オッケー余裕ですね、誰こいつ。オッケー当たった、ナイス、余裕ですねこいつも。えー来たー、ディアルが登場と。うわすごいすごいすごい、ディスコ感がすごいぞ、世界中がディスコになってる。2対2で戦いましょう。オッケー無双、いいよ。オッケーいいよ。オッケー無双、噛み砕こう。またなんか起こんの、いろいろ起こりすぎだろ。叩きのめそう、一匹持ってきましたと。オッケーオッケー、なんとか倒した、なんとか倒していく。オッケー余裕ですね。ヘイヤグギュグバー、あ穴を掘る、これでいけんじゃね、結構削れるっしょはっきり言って。沖の方向だったら絶対ワンパンだったな。オッケー倒していく、 DR がバイバイ、ザコようやくいけたわ。はい無双バイバイ、オッケー無双バイバイ、無双倒しましたね、余裕ですね。オッケーオッケー、マジかここで威嚇戦闘はガチ強いよ。オッケーオッケー一発で倒したわ、うわ一発で倒せた、あいけんだ塩むず、うわこれきつい、マジか急所に当たった、うわ負けたわ。オッケー倒した、穴を掘る、やっと勝てた、おっしゃ行こう、虫ポケモンね。オッケー一発、いや幸先はなかなか悪くないね、ナイスナイス、急所に当たった、とりあえず勝ったけどこれ PP 足りねえな。2人目。OK、急所。よし、なんとか倒した。穴を掘るでいいよ。あ、地震か、マジか。早え、めっちゃ早え。もう負けたわ。いや、2回目の挑戦ですね。マジか、もう負けたわ。最悪。OK、地震手に入れた。で、穴を掘るを忘れさせて、地震を覚えさせると。地震覚えた。ナイス。地震覚えたから、いけるはず。いけるよ、これは。OK、OK。OK。はい持ってけた、いやこのまま行ってみよう。いやーこの PP で勝つのはきついだろうな。自信、オッケーオッケー、タイプ1の自信最強。オッケードラゴンクローで倒していく。オッケーなんとかいけましたね。オッケーオッケーオッケー、 PP がもう枯渇しまくってるわ本当に。もうこれ1回使ったら終わりですけど、 PPA だ使っちゃいましょう。
そうしないともう PP がないのでやり直すときなくなっちゃうけど、多分いけるはず。これで OK 一発、ギリギリだなマジで。 OK 倒していく。めっちゃいいね、無双だねはっきり言って。 OK 倒した。 PP エイド使いましょうか。じゃあチャンピオン勝負や。プレッシャーきついんだよな、ドラゴンクローかな。でもナイス止まれ、ナイスいいよ。差し押さえ、道具使えなくなった。あ、ドラゴンクローあんまりか、ま、回復されんのマジできつい。ドラゴンクローで半分以上いけ。オッケーオッケー、一旦回復するか。え、動画使えないってマジか。え、ずっと使えねえのもしかして。あ、差し押さえってそういうことか。うわ勝てないじゃん、もう負けたじゃんこれ。え、道具使えないってこいつずっと。あ、道具使えるようになった、よかった。危ねえ、めっちゃ同じレベルじゃん。ちょっとこれ厳しいわ。いやいけねえな絶対ドラゴンクロー。あ、自信、ラッキーラッキーラッキー、それはラッキー。オッケーオッケー、ドラゴンクローで一発で持ってけ。持ってけなかったら負ける可能性ある、かなり。一発頼む。あ、無理か。正直言って厳しいなこれは。運に委ねるしかないねこれ。自信はラッキー。ドラゴンクローやられたらもうガチで終わりだな。耐えないよな絶対。ドラゴンクローやるか。あーわ、オーケー、ラッキーラッキー。ドラゴンダイブ外した。これは運がいいね、めちゃめちゃ運がいいよ。あれ当たってたら負けてたもんね普通に。オッケーオッケー、これ倒したのはでかい。氷技持ってたら終わる可能性かなり高い。ただ自信で終わらせられるはず。これで持ってきたい、この運の良さで勝っていきたいね。念のため回復しとくか。ここで冷凍ビーム持ってたら怖いから、アクアリング自信で半分はいけんじゃない、無理か。オッケーオッケー、ナイス、いい感じ。波乗りか、ラッキーラッキーラッキー、それはいけるよ。いやーでも半分ぐらいいくな、地味にきついな。自信オッケーオッケー、ラストかなこれで。あと2体か、トリトドン。自信で半分はいく、自信。はい、倒していく。ノズレイド勝ったよさすがに。一応回復しておきましょう。エナボー大文字かな。あー外れた、ちょっとやばい、怖い。エナボーアップね。オッケーオッケー、でもいけるはずこれは。神通力オッケーオッケー、これはラッキー。これで大文字当てていきたい、当たれ。オッケー、あ、一発は無理か。うわ最悪、ドクった。相手も多分回復の薬使ってくるだろうな、でも。あー、やっぱ使ってくるか。自信2発で終わるんじゃね、さすがに。江戸幕、それは大丈夫。毒んな、毒んな。オッケー、勝った。オッケー、自信で終わりだ。おっしゃ、勝った。これはめちゃめちゃ嬉しいよ。ようやくいったぜ。だってあれですからね、PP エイダーとか1個しかないですし、買えないものですから、これ1回しかチャンスがないことですからね。これはもうめちゃめちゃ嬉しいですね。無双くんだけの1体。オッケー、ガブリアス、殿堂入りおめでとう。はい、じゃあこれで、検証終了でございます。ということで、検証結果は、ガブリアス1体でダイパのストーリーは、無双できないどころか、無双されまくる。でした。いくら600族とはいえレベルが低ければ全く勝てませんでしたね。深まれの時は同じレベルのポケモンとの1対1の対戦で負けるなど、本当に強いポケモンか疑うくらいでしたね。あと地面タイプはタイプ的に悪くないですけど、ガブリアスは自信はレベルアップじゃ覚えず、技マシンを使わない限り多分覚えないので、非常に戦いづらかったですね。まあ最後覚えさせちゃったんですけどね。しかもガブリアスの最大の短所である氷4倍弱点は本当にきつくて、弱いポケモンにさえ瞬殺されますし、レベルでこっちが上回っていてもノラトレーヤーにさえ負けてしまいましたね。ですが1体でここまでできれば多分強いと思います。冠の雪原でも多分活躍してくれるでしょう。多分ね。